こんにちは、スプリングです。私は今三重県熊野市、ここは紀勢本線の羽田須駅と言います。こんな字を書いて羽田須って読むんですね。僕何タスだと思ってましたけどね。いや、前回までねワイドビュー南紀の撮影で、お伝えしてるかなと思いますけど、紀勢本線に来ております。いや、いい駅ですね。この一部からですけども、伊勢湾が一望できております。沖の方には浮きがありますけども、何か養殖してるんでしょうね。この辺りだとタイとかですかね。いや、大変素晴らしい駅です。まあ、2時間に1本とか3時間に1本とかしか来ない駅ですけども、綺麗な駅舎ですね。駅舎というか、まあ、待合室みたいな感じになってますけども、時刻表こんな感じです。夕方になると1時間に1本とか来るんですね。私先ほどこの近くの撮影地で普通列車撮影をしてきたんですけども、その列車はこれですね。14時6分の伊勢非長島行きの次は16時12分、こちらにしても16時27分、こちらは臨時列車ですね。ですので2時間ほど今から暇になっております。特急もやってきません。まあ、ですのでちょっとね、この駅にやってきたという次第でございます。まあ、今からもね、ワイドビュー南紀撮影をしていきたいなと思います。まあ、2時間後ですけども、ちょっとそれまでにね、撮影所を探しながら撮影をしていこうかなと思っております。この駅は両端をトンネルに挟まれてるんですね。新神戸みたいな感じですか。こっちもトンネルです。というわけでね、撮影探していこうと思います。落石。落石型時の常用信号ですね。北海道に落ち石という駅がありますけども、それとはまだ違うでしょう。いや、この感じもいいですね。軽く iPhone で1枚撮っておきました。いや、いい感じですね。かーかーかー。結局この場所に落ち着きました。前回ね、撮影をしたところになるんですけども、ここは新潟駅のあたりになります。前はね、この赤い屋根の向こう側、棚田が見えてるかなと思うんですけども、あのあたりで撮影をしたんですが、今回はさらに高いところで撮影をしようかなと思っております。ただね、ご覧のようにケーブルが結構ありますので、ちょっと広めに撮るとこれがね、目立ってしまうんですよね。なのでこの家々と一緒にこんな感じの構図でね、ちょっと撮ってみようかなと思います。通過まであと15分ほどです。だいぶ山陰が迫ってきておりますが、この屋根にも影の中入っちゃいそうですよね。そうするとちょっとね、明暗差がひどいような気がいたしますが、まあちょっと待ってみましょう。さあ、列車がやってきたようですよ。というわけで撮影をした分がこんな感じになりました。少し良い、家を入れまして、哀愁漂うような感じに仕上げてみました。後ろで泳いでるのもいいですね。先ほどの撮影地からちょっとだけ北に上がってきまして、こちらは新鹿インターのちょっと西のところになります。また違った角度で見れますよね。ここ高架なんですよね。この右の方に新鹿駅があるんですが、こういうふうに高架の路線が続いております。こちらからは築堤ですけどね。あと5分ほどするとこの新鹿駅で普通列車が交換するようですので、まあ効率よく2回ね、2つの列車取ってみようと思います。さあ、というわけで新宮方面に向かう普通列車がやってまいりました。キハ25系です。まあ、ステンレス車両ですのでね、ちょっと家の手前で撮ると、ちょっと目立ちにくいので、この鉄橋の上で撮っておきましょう。高架線の上をゆっくりと新鹿方面に向かっていきます。なんで目立ちませんね。まあ、目立たないとか言ってね、撮影をしてるのは自分ですので、まあ仕方ないんですが、写真こういうような感じになりました。まあ、オレンジラインがね、少し目立っておりますね。さあ、そして新鹿駅で交換しました列車が北の方に上がっていきます。こちらも鉄橋の上で撮影をしてみました。
まあ、全く同じような絵になってしまいますので、こちらはね、ちょっとだけ、望遠を効かせまして、こんな感じで撮影をしてみました。まあ、これはこれでかっこいいですよね。さあ、そして最後の撮影を向かうために、こちらは新宮市、和歌山県新宮市と三重県熊野市のちょうど境、熊野川に来ております。なんか追いついちゃいましたね。先ほど撮った列車なんですけど、まあ、確定ですので、その間にね、私も結構ゆっくりと行ったはずなんですが、追いついてしまいました。ちょっと写真を撮るほどの時間はなかったんですけど、まあ、動画だけね、撮ってみました。大きな熊野川に架かる鉄橋を越えまして、こちらは新宮城跡ですよね。江戸時代のお城だったかなと思います。新宮城の真下をトンネルが突き抜けているようですね。というわけで河川敷降りてきましたけども、こちら熊野川です。いやー今もねちょっと雲にかかってしまっておりますけども、曇るようであればこっちでシルエット撮りましょう。列車発車まであと1分ですけど大丈夫かな。さあ特急やってきました。太陽は大丈夫そうです。まあ、ちなみにこの熊野川ですけども、以前から四国のね動画も上げていたものですけども、あの時の吉野川と合わせてこちらも日本三大暴れ川の一つという風になっております。その暴れ川を、まあ、今はね、落ち着いておりますけども、ワイドビュー南紀が通過をしてきますよ。いやー西日を反射させてすごくかっこよかったですね。こんな感じで撮ることができました。いやー素晴らしい一枚になったんじゃないかなと思います。さあ今回最後の撮影、あと2分で普通列車です。ああ。さあ普通列車やってきましたけど、30秒前に曇り始めました。若干持ってますけどね。お、若干回復した。ギリギリ、まあ完全な火が出てたわけではありませんけど、まあこれはこれでギリギリで、良かったじゃないかなと思います。まあギリギリ取れましたけど、なんか今になって少し露出回復しましたね。まあ結局いつものパターンでございます。まあでも何機が取れただけ良かったでしょう。というわけでね、今から頑張って家まで帰ろうかなと思います。いや一日いい天気で気持ちよかったですね。最後はなんか雲が出てきてしまいましたけども、はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。いやこの後唐突にねラーメン食いたくなったので、新宮の街中でラーメンを食べることにしました。いやこの醤油ラーメン結構美味しかったですね。それとこの豚の角煮丼ですか、これも大変美味しかったなと思います。その後温泉と、もう閉まっておりましたけど熊野詣をして帰ることにいたしました。まあ、せっかく来たわけですからね、少しだけ詣でてよかったんじゃないかなと思います。というわけで、いい写真が撮れてよかったなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真を主にした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。